お疲れ様です。キャラリンクです。今日はスーパーでね、カツオの刺身と、カツオの人が安かったんで買ってきました。美味しいおつまみとご飯を作っていきます。まずね、200g、ソーダカツオを切ります。したら、煮切りしたみりん大さじ1と、カツオの人を大さじ1、おろし生姜を少々入れて混ぜ混ぜします。で、冷蔵庫で10分ぐらい冷やしとくわよ。これをね、ご飯の上に乗せて、真ん中に卵黄を落として、小ネギをパラリでユッケー。で、余ったやつは、ホタテの貝殻の上に乗せて、炙ります。焼きます。はい、これでね、はい、カツオの首藤焼きの完成。塩山に乗せます。日本酒注いで、谷川岳。ギョギョギョーっと、はー、たまらん。それにしてもさ、限定してほしいよね。カツオの首藤焼きいただきます。ちょっとね、半生にしてレアです。めちゃんこウルトラスーパー美味しい。はい、カツオのユッケもめちゃんこウルトラスーパー美味しい。やってみるのよ。お酒が進んじゃうわよ。